初めままして、えー、ピーースボートの小野寺愛と言います今日午前中は子どもたちが前にたくさんいてくれてあの今日の私のテーマは大人は思ってるほど子どものことを分かっていないんじゃないかというテーマですので子どもたちに実際のところ聞いてみたかったんですが今はワークショップ中なんですねなので、まあ、あの子どもたちには後で感想を聞くとして、えー、私自身への自戒も込めまして今日は皆さんと一緒に「REDiscovery of Children」 子供を再発見する、知ってるつもりにはなってないだろうかということを、あの、お話ししていきたいと思います。でその前に簡単に自己紹介をさせていただきます。私はこの船、ピースボートという、えー、年に3回地球一周の船旅をコーディネートする NGO で働いてもう10年になります。動く、あの、海の上の大学のような場所なんですね。アジアを抜けてシンガポールからインド洋に出て、 えー、ケニアに行く時にはじゃあ現地からアフリカンドラムの先生を呼んできて船内でアフリカンドラムをやろうかとかスエズ運河を通ってアラブ地域に入っていく時にはイスラエルパレスチナから両方から学生を呼んできて和平会議をやろうじゃないかとかそんな風にしてあの船の上が大学のような形で3ヶ月かけて20の港を巡ります現地を訪れるんですね。その船の船上で私はもう10年間 主には大学生以上の大人向けの平和教育と環境教育のプログラムを作ってきました。現地を実際に訪れて、現地の人たちのお話を聞くほどの平和づくりはないんじゃないかなと思ってやってきたんですけれども、自分が5年前に母親になりまして、これはもう大学生になってからを待つのではなくて、差別の気持ちも固定概念も何もない小さな子供たちにこそ世界を旅してほしいという思いでですね、 この洋上大学のような船の上に、えー、これから説明するモンテッソーリ教育の保育園を作りました。多分、世界で初めての船の上のモンテッソーリ教育です。 で、私がずっと10年間目指しているのはですね、あの、どんなに小さな力でもいいから自分にできることをして世の中をよりいい場所にしようという働きかけなんですけれども、その平和づくり、平和運動のために保育を選んでいる。平和運動のための保育というのは、もしかすると皆さんにとってピンとこないことかもしれません。ですけれども、あの、今私がなぜそう信じて動いているのかということを今日お話できたらと思っています。 子供を再発見する必要があるそのために今世界がどういう状況になっているかを皆さんとまずパパッとこう共有してみたいんですね今世界には70億人の人々がいて2050年には90億人になると言われてますでもまだ70億人しかいない今すでに8人に1人がお腹を空かせたまま眠りについている飢えているんですね食料システムがうまくいってません そして今この瞬間、あ,あ、ここ、これまでの10年間にですね、200万人の子供たちが子供兵として、戦争の最前線で命を落としました。そして今この瞬間も、まだ30万人の子供たちが子供兵として戦地に送り出されています。環境問題も深刻ですね。アマゾンの熱帯雨林は、 毎月東京都1個分の面積を消失していますそして今気候変動問題になっていますけれどもあと4度地球の平均気温が上がったら沿岸部にある都市東京だったりニューヨークだったりロンドンだったりそして太平洋の島しょ国だったりは水没すると言われていますでこんな風にして紛争の話貧困の話環境問題ピースボートでも世界をあの旅しながら見て回るんですが メディアを見ていてもなんとなく世界は問題が山積みで、えー、だから将来は大変なんだというメッセージがたくさん発信されているように思います。もちろんあの、それぞれの課題は深刻ですし、私個人も小さくてもできることをやり続けたいと思いますけれども、やっぱり2人の子供の母親としてこうも思うんですね。環境問題が大変だ。紛争が続いている。食料問題もなくならない。 君たちの未来は明るくない。つまりそういうようなメッセージを私たち大人がメディアだったり授業だったりを通して子供に伝えてしまうのはむしろ罪なんじゃないかとそういうふうに母親になってから思うようになりました。世界を旅してるとまだまだこの地球には希望があることがたくさん見えてくるんですね。グッドニュースに溢れてるんです。そういうことも大人として責任を持って知っていかなくちゃいけないと思います。例えば えー、地球に降り注ぐ太陽熱の力全人類が必要とするエネルギーの1万倍分も地球に降り注いでいますもしサハラ砂漠に、えー、10, 平10平方キロメートル分のソーラーパネルを敷いたらヨーロッパ全域の電力が賄えますし30平方キロメートル敷けばです、ね、世界中のエネルギーが賄う,賄うことができます。 それから世界の軍事費の1割を減らすことができれば、1割ですよ。減らすことができれば、世界中の子供たちが初等教育を受けることができます。もし、軍事費を全額、今の、今あるような地球課題に使うことができるのであれば、今ある食料問題、環境問題、貧困の問題はすべて解決するのに十分だという計算もあります。世の中はこんなにグッドニュースに満ちているし、今ある世界の課題の原因のほとんどは、 なんとなく人間の文明が発展してしまったから起こったことだっていうような印象がありませんかでも実際にはまだまだ人間の文明が未熟だからこんなにもある地球のポテンシャルを私たちが生かしきれてないんじゃないかと思うんですだから大人として私たちはですね子供もたちと一緒にもっと地球のことを知り直して一緒により良い社会を作ろうじゃないかとそういう風に働きかけていきたいんですね ピースボートであんなふうにしてテープを投げて横浜港から千人の人とともに二十の港を巡るために地球一周の旅に出るとですね世界中で子どもたちの強さと希望にたくさん出会います印象的なのは紛争の中にある子どもでも貧困の中にある子どもでもみんなそれぞれに自分の力をこう信じることができている子が何と多いことかというところなんですね考えてみたいんですけれども 世界中の子供たちが伝え歩きを始めるとき、僕には歩けないかもしれないな、多分ダメなんじゃないかなとかって思うことはないと思うんです。みんな絶対に自分は歩けるんだと信じて大人たちを見て見よう見真似で努力して強く信じた上で絶対に立ちますね。子供にはそういう力が、人間にはそういう力があると思いますけれども、今の教育の中で危ないからやめなさいとか、あの、こんな風にしたらいいんじゃないとか、 え先回りして答えを教えてしまうようなところから子どもの力を奪ってしまってるんじゃないかなと思います子どもの再発見子どもってじゃあどういう存在なんだろう本当に子どものもともと持ってるいいものを邪魔せずに応援するって実は簡単なようでいてすごく難しいんじゃないかと思うんですねなぜならそれは私たち大人の側が知ってるつもりになっている それを全部こう一旦どけてですね徹底的に子どもに寄り添って観察してえーやり直さなくちゃいけないからなんです考えてみるとですね今5歳の子どもたちが30歳になる25年後の世界私たちはもう一つも分かっちゃいないんですね25年前と今と全く違う世界があるのと同様に25年後には全く別の未来があるというその前提を忘れてしまったかのようにですね 19世紀の頃から学校では先生が前にいてみんなが前を向いて授業を聞く大人がまるで空っぽのバケツであるかのような子供たちに知識を教えるという教育を今も私たちはまだ続けてしまっている学校についてはそれでこう文句を言う人もいるかもしれませんが家庭でも気づかずの気づかないうちに良かれと思って子供を愛するあまりに子供のもともと持っているいいものを邪魔しちゃったりしてることがないかなと思うんです で、えー、後半はですね、ですから、皆さんと一緒に、こう、発達の段階を4つに分けて、私たちは本当にどれだけ子供のことを分かってるかっていうのをチェックしたいと思うんですね。まず、あの、簡単な質問ですけれども、2歳の子供は、配膳と片付けを自分ですることができる。イエスだと思う人、どのぐらいいらっしゃいますか半分ぐらい。ありがとうございます。これはね、イエスなんです。これ今日、最高のセッティングを テレックスキッズの皆さん作ってくださったと思ってるんですけれども子どもたちっていうのは世界中で2歳ぐらいになる時に自分でとか一緒にお手伝いしたいっていうことを言い始めるんですね大人は運ぶのってこうするのよ手を添えてこうやって歩いてねってこう言葉で説明されると自分なりに理解して行動に移すことができますけれども子どもというのはすべてを体験することから習得する存在ですです,ですから そのためには自分の手のひらのサイズにぴったり合った安心して取り組めるものが必要なんですね。でも2歳児のいる環境っていうのはまさにこんな感じなんじゃないかと思うんです。もうお手伝いしたくてしょうがない、やりたくてしょうがないけれども牛乳を注ごうにもこんな大きいカップからこんな高さで注げるわけがありません。で、それを見て危なげ、危ないなと思って大人たちがああ、こぼすからママがやるわ。危ないからあっちに行っててって声かけをするわけですね。 でも大人の責任というのはどうしたら危なくないかを考えるこぼしたらどうすればいいかを一緒に考えるというところにあるんじゃないかと思います私が運営している船の上のモンテッソーリ保育園「ピースボート子どもの家」でも世界中のモンテッソーリ園でもそうなのですが子どもたちは自分のことを自分でする自分でできたの体験を重ねています。 例えば、えー、テーブルを汚してしまった時、自分で片付けることができるように、市販のスポンジの4分の1のサイズの、2サイズの手でも絞れるスポンジが置いてあったり、おやつは大人が完全に用意して出してしまうのではなくて、お友達の数の分を数えて、その分、子供サイズの包丁で切ってということをさせてみたり、それから、あの、小さな女の子は私の、次女が1歳、1歳8ヶ月だった時なんですが、 ああやって子供の目の高さに配膳下げる場所が分かりやすくあればですね、大人が教えることをしなくても、年長の子供たちを見て自然とああやって片付けたりすることができるようになります。次。4歳の子供を難民キャンプに連れて行くのは危険かどうか ピースボートでは毎回、えー、先進国いわ,ゆるいわゆる途上国問わず20の港を訪ねていきますけれども毎回子どもたちに地球一周の感想を聞いた時に面白かったってあの答えが多いのが実は中東地域なんですね特にヨルダンにあるパレスチナ難民キャンプ大人たちは子どもたちを連れてって大丈夫なんだろうか危なくないだろうか 中東といえば、えー、メディアから流れてくるテロだったり紛争のイメージを持ってしまってなんとなくこう先入観を持って入るところがありますけれどもイスラムの人たちはとっても優しいですもう会うなり大きな、えー、ハグで迎え入れてくれて自分たちも明日食べるものがないかもしれないのに日本の子供がかわいいって言ってあんなふうに、ね、おやつをくれたりデイツをあの渡してくれたり。一度 差別の気持ちも固定概念も何もない小さな頃に中東を旅した子たちはですね、中東という言葉を聞いて連想するものが決してテロや紛争ではなくて、あの時出会った人たちの優しい笑顔だったり、おやつに出してもらったデイツの甘い香りだったり、コーランの優しい響きだったり、そういうことが何よりの平和づくりかなと思ってやっています。この表をちょっと見ていただきたいと思います。 えー、0歳、6歳、12歳、18歳というふうにモンテッソーリ教育を100年前に始めたマリア・モンテッソーリが医者として子どもたちを観察して作った表ですけれども0歳から6歳のあの時期が、えー、一番環境からの吸収力が大きい時期だというそういう表ですで語学教育なんかを考えるとすごく分かりやすいんですね。 大学生になると3年間異国に住んでもなかなか言葉がペラペラになりませんけれども6歳までの子どもであればその場所に住んで遊んでいるだけで母語が一つ増えたような感じになりますでそれをこうエリート教育に応用してあの早期教育みたいなことに使う方は多いですけれどもその6歳までのこの吸収力が素晴らしいのは言語だけじゃないんですね。思いやりりりででああっったた待つ力であったり異文化を理解する みんな違ってみんないいんだという気持ちであったり優しい人がたくさんいる場所にいれば優しい子になりますし、えー、多様性に富んだ場所にいればおおらかな子が育つと思いますですから6歳までの時期に本物体験をたくさん重ねることをすごく大事に思っていますじゃあ小学生小学生といえばイメージとしては 一年生、二年生、三年生、年齢ごとに分けられたクラスがあって、時間割と成績表があって、なんとなくみんな習い事をしていて、本当にそれが、これからの世の中に、先ほど見たような世界の課題を解決していくような子供たちに必要なことなんでしょうか私たちは思考停止していないでしょうかここでちょっと、あの、モンテッソーリの学校を映像でご覧いただきたいと思います。 世界中でモンテソーリの学校、そうじゃない学校にもたくさんこういう場所はありますけれども、先生が前にいて子供たちが先生の話を聞いてというスタイルじゃない学校をたくさん見てきました。なるべく大人が入らなくてもこんな風にして手を使って、または、え教室には電話とパソコンがあって、教室内で学びきれないことは自分たちで博物館だったり NGO にアポを取って会いに行って調べて、そういう学校が世界中でどんどん増え始めています。 子供たちが夢中になって取り組むような自分で、えー、自分を教えることができるような教材がたくさんある場所があるんですね。じゃあ、スライドに戻りますで。日本は、あの、今問題解決能力が少ないなんて企業の人事部の人からたくさん聞きますけれども、本当にその小さな時から こぼしたらこう吹けばいいんだとか、えー、お友達が困っていたらこんな手を、手の差し伸べ方があるんじゃないかとか、そういう考えができる、えー、子どもたちを本気で育っているのかなと思います。タイはですね、最近モンテッソーリ教育を、えー、国の正式な教育として採用したそうです。中国も。 国際モンテッソーリ協会の代表が最近会いに行った時にですね、今後10年間で数万人のモンテッソーリ教師を育ててほしいと積極的に働きかけているそうです。でモンテッソーリ教育が答えのすべてであるとは決して思わないんですけれども、まあ、100年前からあるメソッドの一つとしてそういうものがあるということを今あの参考にお話をしています。で、これ最後ですね、えー、中高生。 中学が面白くて楽し、しょうがなかったという方、この中にどのぐらいいらっしゃいますでしょうか日本の中学校。私結構楽しかったんですけど、意外と少ないんですよね。中学校というのは、先ほどの表をもう一度思い出しますと、その環境からの吸収力がもう一度大きくなる時期なんです。えー、小さい時はこのさ、この世界ってどんな場所なんだろうってもう全身で環境から吸収する時期ですけれども、12歳から18歳というのは、 社会的新生児と呼ばれる時期で、えー、この社会の中での自分の役割は何なんだろうって考える時期なんですねそれでもううう爆発的なエネルギーがもも一度あの新生児のように戻ってきてきいますでも日本では残念ながらそれを、えー、部活だったり受験だったりでそのエネルギーを抑えるようにしていますけれども海外で見てきたモテソウの中学校だったりモテソウでなくてもあの子どもの発達段階をちゃんと見ている学校ではですね 寄宿制の学校で親から一度離れて、お友達と一緒に毎日の炊事選択を担当して分担したりだとか、自分たちで畑を育てて、それを町のファーマーズマーケットで売りに出してみて、そこで自分たちで得た利益を持って、また何か社会的事業に投資をしたりだとか、そういう学校に通っている子どもたちは、反抗期なんていう言葉が全然思い当たらないぐらいにですね、とても生き生きしていました。 この時期の子どもたちに必要なのは社会的に自分の役割が何かを実験する場所なんだなというふうに、えー、強く思いました、えー、ピースボートで地球を私はもう7周していますそのうち最後2回は娘2人と、えー、せ世界を回ってきたんですけれども世界の課題が山積みである一方でやっぱり希望は子どもたちにあるのかなと思いますで次は君たちの時代だと 私たちが完全に託してしまうのではなくて子供たちが何を学びたいと思っているのかそこを徹底的に観察して寄り添うことでえ子供の本来の育ちが邪魔されずにより良い世界になるのかなと思っていますでえ子供から仕事を取り上げないだとかもともと持っているいいものが育つのを邪魔しないだとかえ中学生は社会的新生児であるとかいろいろ言いましたけれども 実は一番大事なのはやっぱりその一人の大人として子供たちをですねあの徹底的に愛すこと世界一の教育者よりも世界一のお父さんお母さんに力があると思っています小さな時に徹底的に愛された子供というのはもう人生半分成功したようなものなんですねというのは大人になった時に子供の時に受けた愛情をそのまま社会に対して周りの人たちに対して返すことができるからです私たち大人は もうそうやって、えー、思い切り子どもたちに愛を注ぐことで、えー、平和づくりができるんじゃないのかなというふうに思っています子どもの育ちを邪魔しない子どもを再発見する、えー、そして徹底的に子どもを愛すそういうことを本気で今日ここに来ていらっしゃるような、えー、素敵な皆様と一緒にやっていけたらと思っていますご清聴ありがとうございました